今、決算機で、決算が毎日何百社って出るんですよ、株の世界って。なんかね、集中して出るんですよね。ギャーって。なので、その2週間ぐらいの間に株の決算って集中して出るんですけど、大体3月締めが多いんですよ、決算って。で、3月に締めたやつを4月に、監査法人みたいなやつが、決算3月までのやつでもうすぐ計算できるわけにないじゃないですか。計算して、その監査法人みたいなやつが、あ、これ、 大丈夫ですみたいなやって、で、発表するんで、結局3月に終わった決算でも、5月の頭ぐらいに、バーって決算が発表されるんですね。なので、上場企業っていうのは3ヶ月に1回決算を発表しなければいけないっていう決まりがあるんですよ。なので、第1四半期、中間決算、第3四半期、本決算みたいなので、4回発表するんで、結局5月の最初の1、2週間に、 決算が集中するっていうことは、そこから3ヶ月後の8月、で次11月、2月っていう、この4回、5,8,11,2月っていうのが、決算発表のピークの時になるんですね。なのでそこはちょっとね、ファンダでやってる人は忙しいと。とで、テクニカル、僕はデイトレードばっかりやってた時はあったんですけど、その時はもう一切気にしてなかったんで、 何月に決算発表みたいなのも知らなかったんですけど、なのでまあ株始めて10年間ぐらいは何月ぐらいに決算が集中するとかも全く知らなかったんで、知らなくても大丈夫です。